はい、今日は雑談をね、しようかなと思うんですけど、まあ意外と雑談動画がいいって言うてくれはったんでね、ライブでみんなが言うてくれはったんで、まあ調子乗ってちょっと今日もあげようかなと思うんですけど、今日の話はね、ツイッターでちょっとフォロワーさんと話してた内容でね、まあそのことについてちょっと喋ろうかなと思うんですけど、話の内容としてはね、不便益の話をしようかなと思うんですね。で、不便益っていう言葉は、私が作った言葉じゃなくて、実際京都大学の偉いさんが、研究されてましてね。で、その内容っていうのは、不便だからこそ、こんだけ便利な世の中になってますけど、不便だからこそ、得るもんがあるんじゃないですか。まあ、考えて何かをすることによって得るもんがあるんじゃないですかっていう研究らしいんですよ。で、私はそこの言葉を知らんまま、自分なりにこうカメラに対して思ってた、写真に対して思ってたことが、そこに当てはまって、すごい共感したんですね。っていう話を前の動画でどっかで上げたんですよね。で、そういう経験があって、で、その不便益に対してちょいちょいツイートするんですよね。あ、こういうことを思った瞬間に、あ、でも不便益に行き当たるな、みたいな話をするんですよ。で、今回のツイートの話も、好感度の話ね、好感度が強くなってくるカメラが増えてきてませんか。それに対して、そこまで好感度いないよな、みたいな。でも、野鳥写真は違いますけどね、っていう、そういう言い方を2回ぐらいしたんですよね。ほんなら、そのフォロワーさんが、まあ、ちょっと尺に触ったんですよね。そういう言い方なんで、すんねん、みたいな。実際、好感度で恩恵受けてんのやったら、わざわざ言わんでええんちゃうか、みたいなことを言わはったんですよね。で、その時は、いや、YouTube 上げてる以上どうしてもね、っていう、なんか照れ隠しで、そういうツイートを仕返したんですけど、返信したんですけど、いや、そもそもでも、そういう話じゃなくてね、私がツイートしてる内容っていうのは、基本的には自分の話をしてるんですね。それがちょっと伝わりにくかって、私としてはってつけた方がよかったかもしれんけど、なんか全体の話じゃなくて、私としてはそう捉まえてやってますっていう中で、さっきのその防御線っていうのも実は違って、そういう発想でいけば、すべてが、変わってくるよっていう内容やったんですね。で、そんなにこう、ピンポイントで私、こう、何かについてこうやとかって決めつけることがなくて、で、その不便だからこそっていう発想が背景にあって、ほんで、野鳥写真の話やから、で、もともと私もそのマニュアルで野鳥も撮ってたんですよね。で、フィルムも撮ったこともありましたし、そんな風な不便でやってたけど、結局はそれに費やす時間がないんですよね。野鳥、例えば一匹の野鳥を撮るために、最新の機材やったら2日で済むやつが、フィルムカメラのマニュアルフォーカスで行くと、1ヶ月ぐらいかかるとか、例えば実動1ヶ月かかるとかってなるんですよね。で、それをなくすためにお金、時間をお金で買ったって言って機材を買ったんですよ。っていう解釈っていうのは、わかると思うんですよね。それは別に私の問題でね、で、私はこうしたっていうのは、その背景として不便っていう話がああった上で、でもこう解釈して私はこうしましたっていうのが、私の中では必要なことなんですよ。で、それが単純に、そんな言うんやったら便利でええやんかって、そんな簡単なことじゃなくて、全体の背景の中で、今私がこういう考えてますっていうことを考えたら、一個一個の行動に、自分の中で解釈できるんですよね。ここやからこう、これやからこうやから、これやからこうっていうふうに、整理できるっていうんです。で、それをすることによって、一個一個が楽しくなるんです。意味があるから、すべてが。で、それを、ただ不便、便利やからって取りまくるっていうのとちょっとわけが違うよっていうのを、説明するためにというか、そういうニュアンスを込めてそういうツイートをしたんですよね。まあそういうの、わかりにくかった、確かにわかりにくかったかもしれんけど、別に防御線でも何でもなくて、私はその背景にある中でこうしてるのと、全部便利っていうのとは全然違うよっていう話なんですよね。まあ発想の転換なんですけど、でもこれをするかせえへんかで、えらい違うんですよ。物事って。だから、不便って、不便益って言葉があって、だから別にその不便益を知った上でいろんなことをするっていうのと、不便益を知らん、そんな知らんわっていうのとではちゃうってことですね。それわかると思うんですけど。だから例えば私が思ってるように、古いカメラを使うのと、新しく不便なカメラを作るのと一緒なんですよ。どっちでもいいんですよ、それはね。だから別に新しく最新鋭でもライカみたいに不便なカメラってあるから、まあ、そんなんでもいいんやけど、だから発想的には、そのことに対して問題視してるんじゃなくて、全体の頭のイメージ的にそっちに持っていっとけば、すべてのことに整理がついて、全部が楽しくなってくるんですよ。意味が出てくるから。
で、もちろん意味が出てる人はもういいんですよ。ただ、なんかあまりにもこう便利になりすぎてるところに乗っかってる人が多いような気がするから、ちょっと待ってて、ちょっと待って、一遍下がって、ここやで、スタートここで、こういう背景があった上で、今ここやねんでっていうのをした方がおもろいよっていう話をしてるんですよね。これちょっと難しいというか、私言葉が下手くそなんで、魂は込めてるんですけど、ボキャブラリーが少ないよね。まあ、そんなんで伝わりにくかったかなと思うんで、その辺はちょっと反省せなあかんなと思うんですけど、こう意味わかりますかね。わかったと思う方、高評価ボタン。ちょっと伝わりにくいかもしれませんけどね。もう一回行きましょうかね。もう一回行きます？もう一回行きますか。もう一回行きますよ。不便だからこそ、得るもんがある。例えば、さっき言ったみたいにね、マニュアルフォーカスやからこそ、何も考えずにピッて撮るのと、ピンと合わせていくうちに、いや、ちょっと待って、ここじゃないなって考えることが実際あるんですよ。それがリズムであったりするから、そうじゃないとできない、発生しないことっていうのは、まあ、それも全部人それぞれ。これ、私の話をしているっていうのはちょっと前提線があるけど、これってね、全部人それぞれやから、どこまでかっていうのも、ラインも全部決めるんですよ。で、私がこの目的に、動画を目的にしてるのは、人生を有意義にするためって何回も言ってる。人生を有意義にするための何かそのアイテムとして、まあ写真、カメラっていうのがあって、で、今私が捉えてる背景こうで、で、こう考えてるから、じゃあこうなって、こうなって、こうなってるっていう、なんか一人の、やってることを表してるだけなんですよね。言葉足らんな、これ。表してるだけで、じゃああなたが別にマニュアルフォーカス、ここはオートフォーカスでもいいって別にいいんですよ。で、露出系だけ自分で考えます。そんな別に どっちでもいいんですよ。すべて自分たちが考えることやけど、ただ発想としてそうする人とそうしない人とでは、何ですかね、一つ、物事に対して一つ一つ、実感できることの厚みが変わってくるっていうのを言いたいんですよね。もう一回行きましょうか。いや、もうええかな。三回目はもういいかな。どう言うたら伝わるかな。なんか、いい言葉ないですかね。こういう時にコメント欄にね、書いてもらえたら嬉しいですけど、それこそリフィールフリーさんあたりがちょっとね、なんか正しい言葉書いてくれそうですけど、完全に私決めきって、野鳥はこうじゃないとあかんとか、そんなんも何にもないんですよ。ほんまに何もなくて、自分が感じて、自分の位置取りをちゃんと今説明してて、こんな体験しましたっていう話を基本的にはしてるんで、どこをいいと感じるか人それぞれなんですよ。まあ、どんどん便利になっていく時代ですから、まあ、そこで一回踏みとどまって自分のこうポジショニングというかね、どこまでをどうしてっていうのを自分の中で解釈していれば問題ない話かなと思いますので、まあ、できてる人はいいですし、何も考えずにファッと言ってる人は、いや、もっとこうしてみたら面白くなるよっていう話をしてますので、まあ、自分の中でのライン決めをね、してもらったらいいかなと思います。まあ、そんな感じでまとまりましたかね。まだよかったらコメント欄の方に書いてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいなと思います。バイバイ。